皆さんこんにちは、滝沢勝成でございます。今回は初心者の方に向けてコードチェンジの練習方法なんてものを一緒に練習していこうかと思っております。一緒に練習して頑張って上達していきましょう。いやー頑張るぞ。うわー、まあこのギターにおいて、まあコードチェンジっていうのはですね、まあなかなか難しいもんでございまして、最初にぶつかる壁といっても間違いないんじゃないかななんて思うんですよね。まあ皆さんも意気揚々とこのギター買ったと思いますよ。よしやんぞみたいな感じで、でね、動画とかね、なんか教則本とかいろいろ買ったりとかしね、見たりとかしね、よしやんぞと思って練習し始めたはいいけども、C コード、これ C 無理じゃない、指開かなくない、これ本当にみたいな、G コードってこれマジ指つりそうなんだけど、これ無理じゃないみたいな、で、G からこれ、C に持っていくとか、マジこれ、無理ゲーじゃねえって感じで、このギターの難しさというんですね。まあ、打ちのめされているところかと存じますが、いかがでしょうか。でも本当に人っていうのはですね、すごい不思議なもんで、すごいもんでございまして、できないことでもですね、繰り返し練習したり反復をすることでですね、乗り越えられるんですよ。これまたびっくりすることに本当にすごいんですけども。なんでまあ今ね、現状皆様は、マジこれできねえよ、マジ無理だよ、っていうふうになってるかもしれないんですが、一緒に練習していただければですね、毎日毎日コツコツと練習していただくことで、必ず習得できるし、必ず乗り越えられるところだと思いますので、ちょっくら私を信じていただいて、一緒に練習していただけたら、嬉しく思います。よろしくお願いします。はい、そんな場合でございます。とりあえず今回の動画はですね、C コード、ご存知の方も多いと思うんですけども、C コード、このコードを使って一緒にコードチェンジの練習をしていこうかと思います。C コード、何のことそれ知らないよという方にちょっと説明をさせていただきますと、まず押さえ方、3箇所あります。人差し指が2弦の1フレット、2弦の1フレットです。一番下の細い方から2本目の弦の、2本目の弦の1マス目。2本目の弦の1マス目。2弦の1フレットを人差し指で押さえます。で、次、中指で4弦の2フレットです。4本目の弦の2マス目。細い方から1、2、3、4本目の弦の2マス目。4弦の2フレット。で、最後、薬指で5弦の3フレット。1、2、3、4、5本目の弦の1、2、3マス目を押さえます。で、まあね、この指のこの押さえ方はその他もろもろとかもいろいろあるんですけども、この形ができたならば、右手で、一番太い6弦を避けて5弦から弾いていきます。ブルブルブル。これピック使ってもいいですし、ピック使わなくてもいいです。別に親指とかでもいいんで、適当にバーッと鳴らしてみてください。そうすると、Oh, ドミソーっていう感じの、こういうね、豊かな響きの美しい音が、する予定でございますので、今出なくても大丈夫でございます。予定は未定でございますから、皆様の手から、この音が出る予定でございますから、今は出なくても大丈夫でございます。とりあえずね、この押さえ方うんぬんかんのはまた別の話になってしまうので、まあ、このね、C コードをいかにこう素早く抑えられるにするか、今回はその話をさせていただこうと思います。コードチェンジの練習。いよいよ、スタート。まずですね、二つ練習したいんですけれども、一つ目はハイパーにぎにぎ練習です。ハイパーにぎにぎ練習。ハイパーにぎにぎ練習していきましょう。この仕組みとして、コードチェンジを早くするためのその仕組みとして、このね、ワンステップで、いっぺんにこのコードを押さえなければいけないんですよ。おそらく皆様は現状、3ステップ。人差し指があって、中指があって、薬指があって、完成。1、2、3っていう感じの3ステップで押さえてしまってると思うんですよね。けど3ステップではなくて1ステップです。こんな感じで。いっぺんに弦をバーンと押さえる必要があるんですが、これがもう皆様できたら、ぶっちゃけこの動画見る必要はございませんので、また違うところで渡しましょう。お疲れ様でした。ありがとうございました。ちょっとそんな無理はできないよ。できるわけがないじゃないかっていう方はですね、一緒に練習していきましょう。ハイパーにぎにぎ練習でございます。まずですね、皆様、まず C コード、ゆっくりでいいので、押さえてみてくださいませ。人差し指、中指、薬指、3ステップでもいいので、C コードを押さえてくださいませ。で、C コードを押さえられたら、こっから何をしてほしいかっていうと、いきますよ。この、指を軽く浮かせてほしいんです。今それぞれの指が弦に触っていると思います。この弦が指から離れるまでこの形をキープしたまま離す。で、離したら戻す。離したら戻す。
まあ、ワンステップでコードを押さえるっていうのは、言ってみれば、そのね、弦を触る前、押す弦って書いて応弦って言うんですけども、応弦をする直前に、このエアーシーができてる必要があるんですよ。エアーシー。エアーシーができて、このエアーシーができて、そのスタンプを押すような感じで、このまま弦をなんかこう押さえるというか、その指をこの指板の方にこうポンと置くような感じで、このワンステップで終わらせるんですけども、このエアーシーをどんだけ上手に作り込めるかっていうのがすごく大事なわけでございます。だから、もう一回ちょっとコードを押さえてみてもらっていいですか？欲しいコードを押さえますよね。で、Cコードを押さえた状態からちょっと指を離します。ググンと。これが、そのエアーシーの状態です。エアーシー。できますか？で、エアーシーの状態がキープできたら、また戻す。で、これを離して戻す。離して戻す。にぎ、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 にぎと、ハイパーにぎにぎする。で、当然のことながら、おそらく皆様、今ですね、弦を押さえました。で、指を離した瞬間に人差し指がボヨヨヨーンっていったりとか、薬指があっち側にベーンっていっちゃったりとかして、エアーシー失敗すると思うんですよ。この指を離した時に、いかに、この形をキープし続けるかっていう意識をしながら、こうね、にぎにぎ練習をしてほしいんです。人差し指どういう風に持ってたらやるか、中指どういう風にやってたらやるか、薬指どういう感覚でしてたらやるか、どうやったらこのエアーシーがキープできるやるかってことを考えながら、ひたすらですね、このエアーシーをですね、にぎにぎするんです。で、もちろん、できればね、可能であれば、こんな感じでにぎ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 って下行きたいんですけども、まあ、無理だと思うので、もっとゆっくり、行くぞー。ふっよいしょ。行くぞ。よいしょ。行くぞ。失敗だーみたいな、こんな感じのペースでいいです。こんな感じですごくゆっくりでいいので、まあコードを押さえてそれをこの浮かせてエアーシーを作ってまた戻すっていうのをひたすら練習してみてください。当然のことながらね、最初はすごく難しくて全然うまくいかないと思います。けどもこれをね、ひたすらこの繰り返すことでちょっとずつちょっとずつ、できるようになってくるので、毎日コツコツと続けてみてくださいませ。エアーシー、エアーシー、エアーシー。で、このハイパーにぎにぎ練習、エアーシーがまだ難しいよと、ね、できる気がしないぜ、トニーっていうふうに思った方はですね、もうちょっと簡単にしていきましょう。人差し指、中指、薬指の3本指でこの C コードを押さえているわけなんですが、ちょっくら音を省いて、まずは人差し指、中指だけで練習してみるとか、この、まあ、その C もどきですね、C もどきではあるんですけれども、まあ本当は Am7 というコードなんですけどね。まあそれはさておき、C もどきがあります。で、この人差し指と中指を浮かせて、エアー C もどきをして戻す。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 で、今、人差し指と中指ができたならば、次は中指と薬指。この2本難しいですよね。この2本難しい。この、なんかこの、こっちが低くて、こっちが高いわけじゃないですか。中指がちょっと低くて、薬指がちょっと高いはずなんだけども、エアーをした瞬間に、横並び仲良しですってなっちゃったりとか、はい、下克上みたいな感じで、こうね、追い抜いてしまったりとかするんですけども、この中指がちょっと低くて、薬指がちょっと高いっていう、この状態をキープしたまま、エアーシーもどき、戻した、エアーシーもどき、はい、お帰りなさい、エアーシーもどき、お帰りなさいっていう感じのことを、ひたすら繰り返すと。で、人差し指と中指の組み合わせができたならば、次中指と薬指の組み合わせをして、で、これが両方できたならば、いよいよ3本指で、エアーシーって感じで、練習をするというところでございます。まあ最初はね、全然うまくいかないと思うんですけども、本当にね、不思議なもんで、毎日毎日繰り返していると、あれ？ちょっとコツつかんできたみたいな感じになってくるので、ぜひそこまで練習していただけたら嬉しく思います。コツがいくつかあります。まずそのエアーシーをしている時なんですが、やっぱこうね、指とか肩とか腕とかにですね、すげえ力入っちゃう人すごく多いんですよ。なんかこの気合が入っちゃうというか。けどもね、別にそんな全く筋肉いらないんですよ。だって指をこういう形にすればいいだけなんだもん。なんだけれども、なんかすごいこの腕にこうめちゃめちゃ力が入ってしまったりとか、肩に力が入ってしまったりとかするときはですね、いかんいかん。relax time。いかんいかん。relax time。みたいな感じで、できるだけですね、その体をリラックスさせて、その力を入れずに、楽にこのエアーシーを作るっていうことを意識してみてください。力を入れない。で、もう一つのコツとしては、感覚を大事にするということ。感覚。感覚。体の使い方ってさ、基本的に
言葉で表せないことがほとんどだったりするんですよ。それはまあ、そのね、なんか腕を上げるとかさ、なんかそのね、なんか手を仰ぐとかさ、この形をするとかっていうのは、まあもちろん簡単に言えるけど、それってめちゃめちゃ抽象的なことであって、それこのね、コンピューターにこの動きをプログラムするとしたならばって考えると、むちゃくちゃ複雑な動きをしてるんですよね。それぞれのその関節の動きとか筋肉とか、その手の角度とか、本当にもう指をパッと動かすだけでもですね、とてつもない、この複雑な作用がこの中で生まれてるわけなんですよ。で、それらをですね、意識して、なんていうのかな、言葉で把握しようとするとね、むちゃくちゃ無理があるんですね。なんか指はこのぐらいとか、3センチぐらいとか、薬指はこの方向でとかっていうふうに、なんかね、まあ、意識すること自体はいいんですけどもね、感覚を大事にしてほしいんですよ。感覚。言葉では表せない、なんか、こんな感じって。なんかわかんないけど、なんか、こんな感じっていう。その、ほんと抽象的な感じ。なんかその、イメージとしてはそうですね。なんかこの子供の気持ちを取り戻すって感じですからね。例えばその3歳とか4歳の子供がね、まあこんなエア足の練習してますよ。で、そのね、3歳とか4歳がですね、あ、なんか薬指がもうちょっと1センチぐらい低ければうまくいく気がするとか、なんか手の角度こうあったらいいなとか、なんかちょっと俺硬い、手が硬いからさとかって言わないじゃないですか。なんか子供みんなね、あ、こんな感じかな、え、できた、こんな感じかな、できない、こんな感じ、できない、できない、みたいな感じだったりすると思うんですけれども、結構その感覚大事。言葉で考えずに、なんか、なんかこんな感じみたいな。っていうのを大事にする。で、最初はね、なんかこんな感じでやっても全然うまくいかないんだけども、うまくいくときが出てくるんですよ。で、そのうまくいくときの、なんかわからんけど、こうするとうまくいくぞっていう感覚を大事にすると、エアシーがマジで習得早くなります。これはマジだぜ。そんな感じで感覚を大事に、あんまりこのね、言語とか理論とかそういうことは考えずに、筋肉とか関節とか、その手の角度とか考えずに、感覚。大事にする。脱力、感覚を大事にする。こんな感じでございます。Don't think, but feel! みたいな感じですね。そんな感じでございます。これがですね、コードチェンジを練習する、今回のテーマの一つ目のハイパーにぎにぎ練習でございます。その次に練習するのですね、もし余裕があれば、これもやってみてくださいませ。ハイパー反復横跳びです。ハイパー反復横跳び。ハイパー反復横跳び。あ、ちなみにその、ハイパーにぎにぎ練習はですね、これ今 C コードでやりましたけども、どのコードでもいいです。G コードでもいいですし、Aマイナーでもいいし、F でもいいし。F もね、そのハイパーにぎにぎをたくさんすると、F コードもコードチェンジが早くなってくるので、苦手なコードとかあったらですね、すべてのコードにおいてハイパーにぎにぎ練習してみてください。そうするとね、めっちゃ上手くなります。ちょっとそれはさておき、ハイパー反復横跳び。ハイパー反復横跳びをしていきましょう。ハイパー反復横跳び。ハイパー反復横跳びはですね、二つのコードをチョイスして、それをひたすらこの反復横跳びをするっていうですね、とてつもなく地味なトレーニングでございます。まあ、例えばですけども、まあ私はいつもですね、こういう時にですね、スピッツの曲を取り上げるので、まあ別にスピッツじゃなくていいか。まあ普通に C コードあるじゃないですか。C とじゃあ G を練習してみましょう。G コード知ってますか ?C コードはさっきやりましたよね。で、G コード。中指で5弦の2フレット。1、2、3、4、5本目の弦の2マス目。を中指で押さえる。で、薬指で 1,2,3,4,5,6 個目の弦の3マス目。6弦の3フレットを押さえる。で、最後、小指で1弦の3フレットを押さえる。で、僕今これ、人差し指が余ってますけども、まあ、いろんな押さえ方がありまして、例えばその、人差し指中指でこう押さえちゃって、薬指が余るフォームも OK だし、小指を使わずに薬指をここで押さえちゃって、小指が余るフォームっていうのも OK です。これ本とか、スタイルとかによっていろいろ、なんかこう、派閥じゃないけどね、いろいろあるので、これどれでもいいです。まあ3パターンですね。人差し指が余るか、薬指が余るか、小指が余るか。中指が余るパターンはちょっとこれダメです。人差し指か、薬指か、小指が余るパターン。これどれでもいいです。もう好きな運指でやってくださいませ。私はこの人差し指で余るパターンが好きなので、これでちょっと練習していきます。では、C コードと G コードっていう感じで、2つのこのね、ポイントを設定したら、あとはですね、これをですね、ひたすらにぎにぎする。ハイパー反復横跳び、スタート！なっ、なっ、なっ、はい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 、弾いてもいいです。はい、はい、はい、ほいはいほいはいほいこんな感じで。これが難しければもっとゆっくりです。はい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 、こんなんでも OK。
で、そのコードに関してもこれ何でもいいです。C と G じゃなくてもですね、皆さんがその今練習している曲とか苦手なこう組み合わせとか何でもいいんですけども、まあ何かしらのコードと何かしらのコードを定めて、これをひたすら反復横跳びをし続けるっていう、そういう本当に地味な練習でございます。まあおそらく皆様今何かしらの曲で練習していると思うんですよ。で、曲を練習すると、まあコードがいろいろ出てきますよね。最初 C で、次 G で、Am で、その次は F でとか Em で、Am みたいな感じで。まあいろんなコードを弾くのももちろん大事なんだけども、結構ね、全体をこのバーッと漠然と雑然と練習してもですね、実はあまりこの修練度って上がらなくて、その、難しいと感じたならば、そのね、まず、ちょっとずつちょっとずつ、ひたすらね、細かくしてね、ちょっとずつちょっとずつその修練度を上げていくってことがすごく大事なんですよ。なんで曲を通してバーって練習するよりかはね、ここだけ練習するみたいな。例えば皆様が今その、あいみょんさんのマリーゴールド練習してるとしましょう。カポを使わずにその D コードからスタートして D からで、とかってやってるとしましょう。この時にそのね、コードを続けてやってても別にいいんだけども、まずは D と A だけをひたすら反復横跳びする。で、これができないことにはもう先進めないんで、もうひたすらこれを反復横跳び。みたいな感じで。で、あわよくば、このハイパー反復横跳びを一人でやっててもいいんだけども、もしよければメトロノームと一緒に練習してみても、面白いよという話でございます。例えばメトロノーム60に設定をしましょう。ピピピピピン、こんな感じ。ちょっと待ってね、これだ。今テッコテッコいってみます。これを、はい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 、60が難しくてももっと40とか。指がもげるみたいな感じで、こんな感じでメトロノームに合わせて練習することもすごくおすすめでございます。こんな感じでひたすらこのハイパー反復横跳びをしていると、もう自然とコードがもっと上手になってくるし、コード演奏が自然と速くなってくるので、ちょっとそのハイパー反復横跳びやってみてくださいませ。で、例えば C と G ができたならば、じゃあその時は G と F をやってみるとか、F と Am をやってみるみたいな感じで、その組み合わせに関しては本当にもう何でもいいです。もうこのコードの組み合わせは何でも、皆様の曲に合わせて、修練度に合わせて練習していただければ全然 OK でございますので、やってみてくださいませ。とりあえずまあそんなところでしょうか。今日は、コードチェンジの練習をしましたけども、いかがでしょうか。とりあえず今回紹介させていただきたいのは以上となります。ハイパーにぎにぎ練習とハイパー反復横跳び、これはですね、毎日毎日コツコツ続けるわけでございますよ。そうするとどういうわけか、人ってのは不思議だ、すごいぜ、上手くなる、上手になる、弾けるようになる、なんてことだ、びっくりだ、とんでもねえ、ああみたいな感じに、なるので、とりあえず今日はいやちょっとこれこちょこれこれマジでこれちょっと参ったな、これ本当にもう難しいな、これギターってたまんねえなっていう風になってるかもしれないんですが、1ヶ月後2ヶ月後にはですね、あ、なんか割とできないんだけど、これすげえなって、俺ちょっといいんじゃないみたいな、なんか俺ちょっと才能あるんじゃないみたいな感じになる予定ですので、まあちょっとなるかどうかはまあちょっとそこは保証できないんですけどで、できるです、できるです、そうです、信じる者は救われる、そんな話でございますので、ぜひ毎日毎日コツコツ続けてみてくださいませ。ではそんな感じで今回はそのコードチェンジの話をさせていただきましても、いかがだったでしょうか。まあ、もしですね、皆様の方でハマんねー、もし皆様の方で何かご質問とかリクエストとかご意見とかありましたら、バシバシとお気軽にコメントしていただけたら嬉しいなと思います。そんな感じで今日の動画を終わりにさせていただきましょう。長い動画最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。ギターっていうのは面白いもんでございまして、毎日続けると着実に上手くなります。練習は裏切りませんので、ぜひくじけずに頑張って練習してみてくださいませ。それではまた違うところで渡しましょう。さよなら、グッバイ、じゃあね。